ハレルヤ。えー、サン聖火隊の美しい賛美、心から感謝いたします。えー、今日の本文を見ると、マタイ25章の、えー、12の乙女について、えー、語られた内容が記録されていますね。えー、イエス様は、えー、あらゆる例えを語られたんですけれども、天国についての例えを多く語られました。天国が何なのか。 それを説明することが難しいため、例えを通して語られたわけです。天国は何ですか天国というのは、えー、言語を見ると、天の国ですね。パシレアトンウラノンと言いますけれども、えー、天の御国ですね。天の御国。また、神の国であります。神の国。直訳すると、 天が統治する場所天が統治する国という意味があります神様の国というのは神様が治められる国なんですねこの表現の意味は何なのかというとえ天に神の御国がありますまたこの地にはこの地上の国々がありますよね神様は天の御国がこの地に来てそして 天が治めて神様が治められる国にすることを願っておられると。それが神様の計画であると語られていますね。それが主が来られるその日に行われることであります。しかし主が来られる前までは私たちの新郎であるイエス・キリストが来られる時までは戦争があるということです。今天の国がこの国をこの世の中を、えー 治めようとしている戦争しているわけです。そのいう中で私たちは、えー、ス,スパイとしてですね、すでに送られていると言っても、えー、分かりやすいでしょう。例えば、えー、エリコの街を、えー、奪い取るために、まず先にスパイを送りましたよね。そのスパイが、えー、先に行って、ラハブという女を 女に出会いましたそしてそのラハブをスカウトしたわけですね。これから私たちがこのエリコの町を侵略するんだけれどもあなたが助けてくれるならば私はあなたを生かすと約束したわけです。そしてラハブはイスラエルに協力して結局エリコが侵略される時ラハブとこのその家族だけは生きることができましたよね。エリコの立場からしたら国を討った裏切り者です。 しかし、イスラエルの立場から見れば、ラハブは英雄なわけですよね。このラハブがイエス・キリストの経図にまで登ったわけです。私たちも同じなんですね、皆さん。この世の中から見れば、私たちは裏切り者と言われるかもしれません。しかし、神様の川から立,つ立って見るならば、私たちは神様に忠誠するものなわけです。私たちはどの立場に立つのか、私たちはそれを決めなければいけないんですね。選択するべきなんです。 それで今日私は花婿が来るのが遅れたのでという題名で見言葉を語りたいと思います花婿が来るまでまだその国が完全に建てられてないわけですそういう中で私たちはどのように暮らしていくかどのような立場でどのように暮らしていくかについて今日見てみたいと思いますまず1つ目に10人の乙女の例えの解釈について見てみたいと思います この十二の乙女の例ええー、今日の本文またイによる福音書25章一節を見るとそこでという単語から始まりますそこでとこれはマタイによる福音書24章が、えー、記録された次に行われることであるということですつながっているんですねこのマタイ24章は世の終わりについて記録されていますイエス・キリストが世の終わりについてマタイによる福音書24章を見ると この世の終わりについて語られた内容です。ですから、このマタイによる福音書25章も世の終わりの時について語っているわけです。世の終わりについて語るんですね。この十人の乙女の例えというものは世の終わりについて語る見言葉であります。では、その当時、イスラエルの風習を見てみると、結婚式を夜に行いました。韓国の方々は皆、みなえー 昼にしますけれども、イスラエルは夜に、えー、結婚式を行うんですね。朝、昼間は暑いため、誰も来ません。ですから、えー、夕方に始めるんですけれども、この十二の乙女という、この乙女はですね、えー、神父ではありません。花嫁ではなく、今で言うならば、えー、付き添いに、プ、えー、ライズメイドと同じです。ですから、花嫁ではなく、 花嫁の友達がですね、えー、付き添い人として助けるわけです。その当時、えー、結婚式を行う家があるんですけれども、神父、花嫁はそこで待っているわけです。そして、えー、その神父、花嫁の友達がですね、その新郎を迎えに行くわけです。花婿を待っていて、花婿が来たら、花婿を連れて、えー、灯も火を照らして、その、えー 花嫁のいる家に行くわけですねそしてそこで新郎新婦がお互いに挨拶をして結婚式を行うことになるわけですね。それがその当時の風習でした。そしてもう一つは歴史の記録を見てみるとですねこういうお祝いを夜行うわけですからたまに泥棒が入るようです。 いろいろな宝物やまたお祝いに関するものが多くあるわけですよね。ですから泥棒が入って盗んでいくことも多くあるそうです。また花嫁も連れていくようなそういう事件もあったといいます。ですからお客さん、その招待したお客が来たら扉を閉じるわけですね。ですからこの12の乙女の例えも同じです。その 当時の風習がそうだったわけです。結婚式が始まったらもう、えー、扉を、えー、閉じるわけですね。今日の本文を見ても花向こうをで迎えに出ていくと語っていますよね。えー、フィパンテシスというんですけれども、えー、その当時、昔は町々がありましたよね。城として、えー、あったわけですけれども、誰かが来ると、例えば、 地位の高い方が来るとするならば、その町のリーダー、長老たちがその町の外に出ていてですね、そのお客を連れて町の中に入ってくるわけです。そのように、十人の乙女も同じように花婿を迎えに行くわけですね。しかし、 1> で第1テサラニケ4章17節を見ると主が来る日も同じように空中で主に出会うことになると語っています。主に出会うと、はい、ここで使われている主に出会うというのも同じ単語なんですね。ですからこの十人の乙女の例えというものは世の終わりの時に関する内容であることを語っています。主が来られる時に 先にですね、出迎える人がいるということです。先に出会う人がいると。それが10人の乙女の中の5人なんですね。10人の乙女が皆、主に出会う、花婿に出会うえチャンスを受けましたけれども、油を準備することがなかったためにできなかったために、そのチャンスを逃してしまったわけです。では、 この主が再臨されるときに先に出会う人は誰でしょうか私たちも同じように先に出会う人にならなければいけません。先に出会う人、この人たちは教会を意味しています。教会がこの世の中よりももっと先に主に出会うわけです。この世の中は主,が主に出会うためではなく、主から審判、裁きを受けるために今待っているわけですよね。信じていませんから。 しかし、教会というものは、主が来られるその日に待ちのぞ、その日を待ち望みながら、今、祈っているわけです。ですから、先に出会うわけです。しかし、今日の例え、この例えの中心は何かというと、花婿が遅く来るということなんですね。早く来なければならないのに、時間が経ったのにもかかわらず、まだ来てないんですね。 今日の本文、6節を見ると、6節を見ると、夜中にと語っています。夜中にと。言語を見ると、12時なんですね、十二時。夜12時に来たと。遅く来たわけです。ですから、この花婿を待っている間にみんなが寝てしまったわけですよね。居眠りをしました。資料深い者たちも、また資料の浅い者たちも、 みなえー、眠ったわけですしかし、えー、花婿が来たという呼ぶ声を聞いて明かりを整えて迎えに行ったわけですよね。しかし、資料の浅い者たちは油がなくなったために出迎えることはできなかったわけです。では、この例えの意味は何でしょうかこの諸女、乙女というものは教会を意味しています。 また教会を構成している神徒一人一人を意味しています。乙女というものは清潔で、純粋で、きれいでなければならない、清いものでなければならないことを象徴的に意味しています。第2コリント11章、2節を見ても、シト・パウロは、あなた方を清い乙女として、ただ一人の男子、キリストに捧げるために婚約させたと語っていますね。 私たちは結婚してもしなくても霊的に清い乙女でなければいけません。これは世の中から汚れることなく聖なるものとして自分自身を罪から守り抜くものを意味しています。しかし、この教会はえ自分自らきれいになることはできません。自分自身をえ自ら清めることはできないわけですね。 ですから、教会に来て御言葉を聞いて、イエス・キリストを信じて迎え入れなければいけないわけです。エペソ5章26節を見ても、水で洗うことにより、言葉によって教会を清めて聖なるものとされると語っています。水で洗うことによって、また言葉によって教会を清められると。エペソ5章26節に記録されていますね。 ですから私たちはいつも礼拝に出てきて、御言葉を受けるわけです。そしてその御言葉を受けることによって私たち自身を清く清めることができるわけですね。乙女というものはみんな明かりを持っていましたね。この明かりというものは私たちの魂を意味しています。明かりというものは私たちの魂です。また、ケンドボ先生はこの明かりについて、 私たちの魂のために行う信仰生活の歩みすべてがこの明かりであると語っています。ですから私たちが礼拝を捧げること、それも明かりです。また奉仕することも明かりです。信仰生活がみな明かりなわけですね。信玄20章27節を見ると、人の魂は主の灯火であると語っておられます。私たちは灯火があるわけです。魂がありますから、 しかし、信仰生活を通して、その灯火に油を蓄えなければいけません。それが信仰生活の目的です。私たちの魂が明るく照らされることができるように、燃えることができるように、私たちは油を蓄えて準備しなければいけないわけです。では、この例えは天国であると語りましたけれども、この天国は何を意味しているんですか、皆さん。天国というものは、教会の えー、この働きててを意味しています天国は天にある私たちが死んでから行く三国もそうですけれどもこの例えではこの天国というものはこの世の中で行われているこの世の中に、えー、築かれる天の国を表しているわけですまた花婿は来るまでこの国は何を意味しているのかというと、えー、この世の中に、えー、天の三国を建てるために 教会で行っている働きを全てを意味しているわけですね。伝道をしたりだとか、宣教をしたり、信仰生活をして、教会も管理して、奉仕して、その全ての、えー、働きが教会の運動です。天の御国をこの地に立て上げる、えー、全ての過程を意味しているわけです。では、大きな2番目に、誰が賢い乙女のようなものでしょうか 私たちが賢い乙女とならなければいけません。資料深いものとならなければいけません。では誰が資料深いものでしょうかこの資料深いというものはプロニモスという単語です。プロニモス。ギリシャ語でプロニモス。これは盗撮力、知恵、また慎重さを意味しています。国語辞典を見ると。 えー、物事を注意深く、また十分に考えるさまと語っていますね、えー。物事を注意深く、十分に考えるさま、またそれを行動に行なして行うことを意味しています。そういう力、知恵を意味しています。それが資料深いという意味単語の意味ですね。このプロニモスという単語は語源を見ると、 プロネオという動詞から出てきました。プロネオ。それは、えー、深く考える。また判断する。分別するという意味があります。ですから全てを慎重に深く考えながら歩むこと。そういう人が資料深いものであるということです。しかし考えもいろいろな考えがあるわけですよね。 聖書で語る考えというものはどのような考えなのでしょうかこの考えというものは人間の行動と全ての人生を左右するわけです。私たちの心が行くところに体が行きますよね。物もそちらに行くわけです。考えがその人の、えー、暮らしを、人生を左右するわけです。 聖書を見ると、ローマ人への手紙発祥5節を見ると、肉に従う者は肉のことを思い、霊に従う者は霊のことを思うと語っています。この霊のことを思うという、この思うというのがプロネオという単語です。プロネオ。ですから、ここで語る内容というものは、霊に従う者は資、えー、力深いものであるということですね。しかし、 肉に従うものは、えー、資料の浅いものであると語っているわけです。これが神様からの立場です。人の立場から見ると、また世の中の立場から見るとは違うかもしれませんけれども、神の立場からすると、霊のことを思う人は資料深いものであると語っているわけです。ですからそれを私たちは選ばなければいけません。神様の立場から見て資料深いものを選ぶものか。 また、世の中から見るときに、資料深いものを選ぶのか、私たちが選ぶべきなんですね。ローマ8章6節7節を見ても何と書いていますか肉の思いは神に適すると。すなわち、それは神の立法に従わず、いな従い得ないのである。と語っていますよね。また、霊の思いは何ですか霊の思いは命と平安であると。ローマ8章6節7節に記録されています。 プロネオ、私たちの考えがどの考えを持つのかと、肉の考えなのか、霊の考えなのか、それをしっかりと決めなさいと、選択しなさいと語っているわけです。誰の側に立つのかと、神なのか世の中なのか、それを通して私たちをえー判断されると語っているわけですね。天国を建てること、 これは戦争でもあると語りましたけれども、皆さん、ラハブを考えてみると、ラハブの心はイスラエルの側にあったということですよね。ラハブは判断したわけです。イスラエルが今来るんだけれども、エリコに今住んでいると。今、エリコの街は誰も崩すことはできなかった強力なものであることをみんなが知っているわけです。しかし、イスラエルの人々のことを聞いてみると、 あらゆる戦争において勝利しているわけです。ですから、ラハブは考えるんですね。どちらの側に立つべきかと。ラハブは資料深かったためにイスラエルの側に立ったわけですよね。私たちも同じです。私たちの心は誰の側に立つおうとしているのか。皆さんも今、教会にいるから、神様の側に立っていると思うかもしれませんけれども。 しかし、そうやって簡単なものではありません。聖書を見ても、神様の側に立とうとしても、時にはサタンが私たちをごまかして、サタンの、えー、立場へと持っていくことがあるわけですよね。例えば、マタイ16章23節を見ると、皆さんもよく知っておられると思いますけれども、イエス様がまずペトロに、 語られましたね、弟子たたちに語られました私のことを誰だと語るのかと語った時にペテロが告白をしましたよねあなたこそ生ける神の子キリストでありますと語りましたその時イエス様は喜ばれたわけですよね褒められたわけですそしてその次に私が深い言葉を語ろうとエルサレムに行くと私は十字架に追わされて死ぬことになるとそして3日目に よると約束その語られたわけですよねしかしその時ペテロは何と語りましたかまた第16章22節23節を見ると死をとんでもないことですとそんなことはあるはずございませんと23節でイエスは振り向いてペテロに言われましたよねサタンを引き下がれと私の邪魔をするものだとあなたは神のことを思わないで人のことを思っていると語っていますね この思うというのがプロネオという単語です、プロネオ。ペテロは確かに主のために語ったわけです。ペテロがサタンの側に立とうとしていたんですか違います。ペテロも神の側に立って語ろうとしたわけですけれども、知恵がなかったため、資料深くなかったため、人の考えで語ったわけですね。それでサタンを引き下がれと語られたんですね。 人のことを考えるから、主の邪魔をするものであると語られたわけですね。ですから私たちは、神様の側に立つためには、油をしっかりと準備しなければいけません。見言葉を一生懸命学ばなければいけません。神様の見心が何なのか、神様の考えはどのような考えを持っておられるのか、どのような計画を持っておられるのかを悟らなければいけないわけです。今までアダムから 今に至るまで全ての歴史を救済史と言いますよね。その救済史を学んでいるわけです。その理由がこれです、皆さん。神様がも認められる賢いものというものは神様の側に立って神様の御国のことを考えるものであります。神様の側に立って天のことを考える人。コロサイ三章二節を見ると、えー 天のもの、上にあるものを思うべきであって、地上のものに心をかれてはならないと語っていますよね。コロサイ三章二節です。上にあるものを思いなさいと。この地上のものは何ですかノアの時やロトの時のことを考えると知ることはできますね。ノアの時は何ですか食べて飲んで、また結婚して。そうですよね。またロトの時は何ですか食べて飲んで、 売り買いして、また植えて、家を建ててと。こういうものがすべて地上のものであると。ノアの時もロトの時も、このような行いをしていながら、洪水によって滅んでしまったわけですよね。花の中に水が入ってくるまで悟ることはできなかったわけです。そうやって死んでいったわけです。では私たちは今この世の中で暮らす中でどうやって暮らすわけですか 私たちももちろん食べて飲んで家を買って売り返して生きなければいけません。これをしない人は誰もいませんよね。しかし神様が語られているものは何かというと私たちのこの体はこの世の中でいろいろなそういう働きをしなければいけませんけれども私たちの考えはまた私たちの心だけは天に向かって 上にあるものを思って歩まなければいけないということを意味しています。神の国と神の義をまず求めなさいと。それが神様の御言葉です。そういう人が資料深いものであると聖書は語っているわけですね。フィリピン二小五節を見ても、あなたの中にこの思いを抱きなさいと。それはキリストイエスの心であると語っています。天にある考え 上のことを望む考えというものはキリストイエスの考えであります。フィリピン2章1節から10節を見るとイエス・キリストの心が何なのかを記録しています。天に向かって歩むもののそういう歩みは何なのかを記録しています。まず他人に対しては自分の考えだけではなく他人のことを考えること。またお互いに。 他人のことを自分より優れたものとすることを天の御国を願う者たちの行いだと語っています。またイエス・キリストは神様でありますよね。神様の形であられましたけれども、それを神と等しくあることを思わず、己を虚しゅうして、しもべの形を取られたと語っていますね。私たちに語られる御言葉です。 私たちが神様の立場に立って自分勝手に自分の人生だから好き勝手にするというのではなくイエス・キリストのように神様の前に従順して自分自身を服従させるそういう暮らしをしなさいと語っておられるわけですねですから人間は立って生きていますよね頭を上に置いて暮らすわけです 人間だけが全ての動物の中で天を仰ぎ見ながら歩むものであります。なぜ私たちはそういうものとして建てられたんですかそれは天を見つめて歩みなさいということです。足は地面についていますけれども、頭だけはいつも天に向かいなさいと、向けなさいと語っているわけですね。そういう人間だけが神様の形をかたどることができるわけです。神様に似ることができるわけです。 人間のヘビは誰ですべ、ね、ての体が全部地面についています。ですからこのヘビは神様に敵対する象徴する動物として登場するわけです。しかし私たちはどうですか私たちの頭はいつも天に向かっていなければいけません。それが視力深い乙女たちの歩みです。 肉の世界よりも、霊の世界のことがまず先だということを思いながら歩むこと、それが私たちの歩みなわけです。クリスチャンの歩みです。皆さん、7日間のうち6日、世の中に出ていて仕事をして、また家で家事をして、いろいろな働きをしながら、どれほど大変な思いをしながら暮らしていますか。そういういい忙しい中でも 頭は神,の神様のいる天に向かって、また一週間のうちで一日だけは教会に来て、主の日をしっかりと守って、神様の前に礼拝を捧げ、祈り、一日だけは天のために働きなさいと。神様が語っておられるわけですね。そういう白深い人たちは、油がどれほど重要なのかを知っているために、苦しくて、また大変で忙しくても、 時間をしっかりと作って、霊的な油のために私たちは信仰生活をするわけです。今日の本文を見てください。破説を見ると、目を開けてみると油がなかったわけですよね。横にいる女たちに言いましたよね。あなた方の油を私たちにえ貸してくださいと。お金あげるからと。もう高く 買うからと少しだけでいいからちょうだいと。しかし、ダメだと言うんですね。資料の浅い者たちはみんなえ乙女です。同じ教会です。しているわけです。しかし、この資料の浅い者たちは油のその重要性を軽く考えたということです。慎重に考えなかったわけですね。この油について。 この資料の浅い者たちはこの油をこの御言葉を注意深く考えなかったわけですいつか来るだろうといつか新郎花婿は来るだろうとその時になって油を準備すればいいだろうと考えるわけですしかし聖書ではそうやって教えていませんよね例えばえお母さんが生きていた時に祈りも多くして教会も建てて 多くの働きをしたと、油も,も多く蓄えたと。ですから、私にも少し遺産としてくれるだろうと思うかもしれません。しかし、これは、この油は、受け継ぐことはできないものであります。皆さん、若い人たちはインターネットで注文して楽、楽な世界で暮らしていますけれども、この油は楽に買うことはできません。ですから、また26章 16章26節を見ると神様はこの働きが世の中で一番重要なことだと語られましたまた16章26節を見るとたとえ人が全世界を設けても自分の命を損したら何の絵になろうかと得になろうかとまた人はどんな代価を払ってその命を買い戻すことができようかと語っていますこの命という単語は魂という意味があります魂 ギリシャ語でスケーですですから、たとえ人が全世界を設けても自分の魂を損なったら何の得になろうかと、また人はどんな代価を払ってその魂を買い戻すことができようかと語っているわけです。皆さん、例えば誰かが来て私の魂とこの数百億のお金と変えようと。 交換しようとしたら皆さんどうしますか世の中の人は変え,変えるかもしれません。しかし皆さん、世の中の全てを得てもですね、魂を失えばそれで終わりです。私たちは魂のために油を準備することが世の中で一番重要な働きであるということをしっかりと悟って、それを覚えて、 実践する皆さんとなることを願います。特に、花婿が遅く来るために、もっともっと油をしっかりと準備しなければいけません。イエス様が、えー、遅く来るから、もっと遊べるなと。皆さん、そうやって考える人もいるかもしれませんけれども。マタイ24章48節から49節を見ても、悪いしもべが、 ああ自分の主人は帰りが遅いと心の中で思って何と語りましたかそのしもべ仲間を叩き始めてまた酒飲み仲間と一緒に食べたり飲んだりしていると語っていますよね主人の帰りが遅いということはもっと多くの油が必要だということです皆さん遅く来れば遅く来るほど私たちはもっと働いてもっと一生懸命学んで 油を準備しなければいけないということを意味しているわけです。そうしなければ明かりが消えることはないわけですよね。皆さん、結論的に、世の終わりの資料深い教会はしっかりと目を覚まして準備する教会であります。簡単に言うと、資料深いものは御言葉があるものであります。資料深い教会は御言葉がある教会です。 これはこの世のの中に御言葉のないい教会も多くあるということを意味しています神様の御言葉を世の中のものと変えることなく妥協することなく御言葉をしっかりと蓄える教会にならなければいけないということです私たちは外見的なリバイバルのためにこの御言葉を諦めることはしてはいけないことなんですね。 私たちが重要なのは、霊の働き、油を準備する働きであります。神様の御言葉をしっかりと蓄えることです。ですから、御言葉をしっかりと愛する歩み、愛するその集まりが資料深い教会の働きであります。皆さん、私たちはまず神の国と神の義を求めて、この油を準備するものとなることをお願い求めます。 皆さん各自自分の魂のために祈って一生懸命信仰生活をして歩む皆さんとなることを忍びをもって祝福いたします。最後に最後にヨハネ第3一章二節を見て終わりたいと思います。ヨハネ第3一章二節愛する者よあなたの魂がいつも恵まれていると同じくあなたがすべてのことに恵まれまた健やかであるようにと私は祈っていると語っていますね。 私たちの魂が恵まれていれば全てにおいて恵まれると語っています。それが神様の法則です。ですから私たちの魂のために御言葉を受け、信仰生活を一生懸命して油を蓄える皆さんとなることを忍びをもって祝福いたします。祈ります。神様、感謝いたします。今日も神様の御前に出て、私たちの魂の灯し火を点検し、油を蓄えて神様の前に。 歩むことはできるよう導かれ心から感謝いたしますこれからは私たちの生涯で一番重要なことは天のものである、霊のものであるということをしっかりと悟って私たちの魂のためにしっかりと働いて油を蓄えていくものとなることができるよう導いてください。資料深いものとなってすべてにおいて豊かな恵みを得ることができるよう祝福してください。 私たちに与えられた職場、家庭、家族、子どもたち、すべてにおいて平安が与えられますように、また健康が与えられ、喜びが満たされ、感謝があふれ出る暮らしとなることができるよう祝福してください。私たちの暮らしを通して、また多くの人々がこの御言葉の前に集まってくる天道の実りも結ばれることができるよう導いてください。すべてを感謝し イエス・キリストの皆によって切にをお祈りいたします。アーメン